障害のある人たちが制作した絵画や彫刻の展示会が仙台市内で始まりました。東北障害者芸術支援機構では、心や体にハンディキャップを持つ人たちが制作した絵画や彫刻などを公募して入選作品を展示しています。今回は応募数が初めて1000点を超え、この中から130点が選ばれました。大賞にあたる内閣総理大臣賞は栃木県の白さんが受賞しました。アクリル絵の具を使った作品は生きるをテーマに描かれていて、独創性や力強さが評価されました。また今回から新たに設けられた外務大臣賞には、長野県の栗原克幸さんが選ばれました。三十三間堂で見た千手観音の感動を全長10メートルを超える障子紙に墨で表現しています。どの作品を撮ってもですね、ものすごいこう力強さ、そして訴える力、これがもう皆さんに、見る方に本当に伝わると思っております。この展示会は今月15日まで仙台メディアテイクで開かれています。入場は無料です。